どうぞ。はい。今日は石破総理が7、8、9、9にそれぞれ入っておられて、まあ、各社の情勢で結構こう維新と自民が競ってる区なのかなというふうに思うんですけれども、この石破さんが入っておられることについての受け止めと、あと競ってる区での戦い方について教えていただければと思います。はい。小泉さんも入ってなかったな。小泉進次郎さんも13区とか入ってなかったな。今日じゃないんか。なんか即分するところによると、大阪は全選挙区が重点区というふうに即分をしておりまして、もうずっと総理に置かれては今回だけじゃなくてもうちょっと前にも確か入られてたので、まあそれほどこう気合を入れて、もう戦わないといけない状況になっているという、まあ向こう側の緊迫感だと思いますが、まずもうそういう、もう各候補者も本当にもう終盤戦にかけても死ぬ気で頑張ってますよ。ギリギリのところで本当に頑張って、でそこでやっぱ相手候補に総理が来るっていうのは陣営からしたらすごい緊張感が走るところですけど、どの陣営も決してこう怯えたりびっくりしたりすることなく、最終盤にかけてもう徹底して今前向きに戦い進めてます。いずれの選挙区もその厳しいというのはありますので、一番大事なのはもうなんかしんどいとか後ろ向きになったりせずに前向きに最後まで走り抜けるというのが大事ですし、それはもう総理が来られようと誰が来ようと、僕らも大阪の有権者はもうずっと支えてくれて、僕らのことを信じてくれてますので、もう何ら気にすることなくただ一つ有権者に向き合って主張をしていきたいと思います。すべての候補者が僕が回っている限りではそういう心境です。ですので、これまで通り、いやこれまで以上にも終盤にかけて、走り回って訴えをしていきたいと思います。